前に置いといた方がいい。浜川さんのバックドライブ1万倍ぐらい前から。皆さんこんにちは、森園瑞希です。今日はバックドライブについていろいろお話をさせてもらうと、浜川さんのバックドライブ1万倍ぐらい前から。浜川さんはバックがあんまり得意やないから回り込みばっかりやったけど、私は動かれへんしチビやからバックドライブは極めるしかなかったんで、お願いします。ドライブを振る練習をするときはフォアもバックも下がって打てることは大前提。そこを最初に極めれたら前でもしっかり回転をかける感覚が身につくからできるようになってくるんで、最初ね、わざとオーバーミスする練習してた。これって意外と女の子できる子少なくて、なんかこうなっちゃう子とか意外といて、大きく体を使ったりする練習を取り入れて、腰でこう行くときに武士の人とかが剣を抜くときにこう左腰からシャッて抜くのを参考にするという、突っ立って抜いたりとかする人ってあんまりなくて、結構しっかりこう足を広げて膝をしっかり曲げて、ここは腰の力を使ってパッて剣を抜いてるから、大きく振るのに関してはそこを参考にした。バックスイングを取るときはこの体側から下に下がらないように、お腹の力を使ってグッと、そこからラバーの噛み合わせで回転をかける感じ、グッ、あっしょみたいな。前腕の力を使ってグッと止める、当たってから力を抜いてもらっていくです。もう一つは捉えるのは大体体の自分の腕をこう伸ばしたあたりぐらいで当ててる。それよりも近くなったら詰まるし、遠くなったら体が遠いっちゃうから、だから左手結構前に置いといた方がいい。自分がどこの位置が一番ベストなのかっていうのを探しながら、1日300回必ずマシンを練習終わりに出して毎日やり続ける。300本だったら3ヶ月ぐらいかな。1日1000本ぐらいやってたら1ヶ月ぐらいでできるようになるとは思う。実際にやってみてどうだったかっていうのをコメントに書いてもらえると嬉しいです。ぜひやってみてください。